和歌山県の取り組みをお伝えする紀の国21、今週も始まりました。中村ゆりです。東ゆかです。よろしくお願いします。それでは早速今週の特集を紹介しましょう。前半は県と企業団体が力を合わせ、和歌山の森を守り育てる企業の森事業の取り組みを紹介。後半は和歌山の産業を担う若手人材の育成や確保に向けた取り組みを紹介します。それでは前半の特集です。こちらをご覧ください。まずは企業の森事業について取り組みを始めた経緯や事業の概要、これまでの実績について森林整備課の石垣さんにお聞きしました。企業の森事業は近年の木材価格の低迷など厳しい林業の現状により間伐などの手入れが行き届かず荒廃が目立つようになってきた森林、元気がなくなっている山村、自然の中での活動が少なくなっている都市の住民が持つそれぞれの課題を組み合わせ、その課題を解決する方法の一つとして考え、平成14年度に全国に先駆けて取り組みを始めました。企業の森の仕組みは企業、県、市町村の3社で森林保全管理協定を結び、この協定に基づき企業が環境貢献として実施する CSR 活動です。企業の森事業は環境保全だけでなく、多くの企業の皆様が現地に訪れいただくことで活動地域の住民との交流が生まれたり、お弁当の注文や温泉など周辺施設の利用で地域の産業振興にもつながります。また普段の森林の手入れを地元の森林組合が請け負うことで山林作業員の働く場所が作られるなど、山村地域にとっても様々な恩恵が期待されます。現在75企業や団体が県内の81箇所の森林で植栽や下刈り、間伐などの保全活動に取り組んでいただいています。企業、行政、関係団体が一体となって取り組むこの企業の森事業、15周年を迎え、さらに多くの企業の皆さんに参画してもらおうと、1月18日、企業の森シンポジウム in 大阪が開催されました。このシンポジウムには、企業の森に参加している企業の関係者をはじめ、今後参加を検討している企業や自治体の関係者など多くの参加者が詰めかけ、企業の森事業への注目度の高さが伺えます。まずは仁坂知事が挨拶し、和歌山県企業の森事業の取り組みについて説明しました。お話をいただくということになっております。森林所有者は、土地の無償貸借を企業に対して、いたします。で、企業はですね、森林組合に植えるお手伝いをしてもらい、自分たちが、植えに行くんですけど、で、社員さんなんかが山へ行ったらちょっと楽しいなと、たまには和歌山みたいなところ行って緑の中で植林なんかしたらいいんじゃないか、社会貢献にもなるし、気を循環させていけば CO2 の、カウントにもなるわけですよね。企業の若い人たちが来てくださって一緒に炊き出しをしたりですね、お話をしたりしてくださるとものすごく嬉しいということで、いい関係を結んでいるところがたくさんあるんです。この全体の関係をですね、県と市町村とで、プロモートして、それでこの企業の森の仕組みを進めましょうというのがですね、和歌山県の皆さんに提供している商品なんですね。続いてパナソニック株式会社エコソリューションズ社専務の伊藤和彦さんが参画企業の立場から活動報告を行いました。パナソニック株式会社エコソリューションズ社は平成18年7月企業の森事業に参画、田辺市龍神村にパナソニック田辺龍神長きの森と名付けた面積およそ21ヘクタールの森林で平成19年4月から環境保全活動を行っています。毎年4月には社長をはじめ社員とその家族や新入社員らが参加し植樹を行っています。伊藤さんは社会貢献活動を行うことによって充実感や満足感を得られると好評を得ていることや、さ
らに社員のやる気を高めることにつながっていることなどを報告しました。また龍神村森林組合代表理事組合長の真名子義明さんが受け入れ側の立場から企業の森事業について活動報告を行い、さらに真名子光利田辺市長が田辺市の PR をしました。もしですね、今日家の方で一遍話しようということでございましたら、例えば旧龍神村にもこの広い原というところにお持ちがございます。続いて和歌山大学観光学部の大浦由美教授が企業の森の経済波及効果について取り組み事例を示しながら説明しました。大浦教授は企業の森事業の総合的な経済波及効果を10億円と試算し、また金額では測れない質的な効果として林業の担い手となる若い人材の確保につながった点を挙げました。実は今の企業の森の取り組みもですね、和歌山県における大きな社会課題を、いくつもこう、解決したとまでは言わなくてもですね、その糸口を作ってきたというふうには思えるわけです。会場では相談会も開催され、担当者の説明に熱心に聞き入っていました。シンポジウムを通じて企業の森事業の意義が十分に伝わったのではないでしょうか。今回はすごいいいお話たくさん聞けたので、これからの参考にさせていただこうと思いました。会社としてもこういった取り組みをやってくる中で、このように岡山でたくさんの企業がやられているというのを初めにしてびっくりしたところではあります。2日目は現地視察です。 JR 大阪駅を出発した一行は正午過ぎに田辺市中辺地町野中に到着。語り部の案内で野中地区を散策します。まずは野中の清水を見学。野中の清水は熊野詣の人々の喉を潤したという名水で、日本名水百選の一つに選定されています。住みかねて内まで出るか山清水、住みかねて内まで出るか山清水。続いて杉桜王子へと向かいます。境内には野中の一方杉と呼ばれる巨木が立ち並んでいます。それは一方杉というんです。というのがこの、杉の木ですね。この木は那智の大社の方へなびいてるんです。南向きの思いは那智大社へなびいてる信仰の根源というの、そういったことで、言われております。続いて JT の森中辺地まで山道を登ります。JT の森中辺地は日本タバコ産業株式会社が平成17年から多様で豊かな森を目指し森林保全活動を行っています。 JT の森につきましては日本タバコ産業株式会社様が、平成の17年の1月に、協定を結んでいただいて、県内で8番目の参画企業ということで参加していただいてます。で、今現在は2期目の契約を、27年の1月に結んでいただきまして、で 1.17 ヘクタール増やしていただいて、現在は、53.72 ヘクタールということで、なってございます。休憩場所の戸賀の木茶屋で参加された皆さんに感想をお聞きしました。森林組合さんとか、昨日もシンポジウム行きましたんで、知事さんだとか市長さんだとか、すごいこうみんなしてこう歓迎っていうか、誘致しようっていう意気込みがすごいなと思って。大阪市から来てます。
そうですね、すでにうち去年が1年目でやってるんですけど、まあ、改めて現場見たり、あと他社さん の, どんな風に活動されてるかっていう話聞いたりして、まあ、次からどんな風にしていくかなって結構イメージ湧いたんで良かったですね。私自身がこのお仕事をちょっと初めてまだ間もないので、まあ、他の方がどういう活動してるかっていうのを目の前で見ることができたのでいい経験でした。昨日ちょうどシンポジウムの方が先にあって、で岡山県の森林 の, その面積とか改めて聞いてすごい、その大阪に住んでるとなかなか緑に触れないものですからちょっと羨ましいですね。最後に森林整備課の石垣さんに森林環境を守るための取り組みに関する今後の展開や重点的に行っていく政策についてお聞きしました。私たちがさまざまな恩恵を受けているこの和歌山県の豊かな森林を次の世代に引き継いでいくことが重要と考えています。そのためには現在取り組んでいるさまざまな森林保全に関する取り組みを継続していくことが大切だと思っています。その取り組みの一つが企業の森であり、県外県内を問わず多くの企業の皆様に参加していただくため引き続き積極的に働きかけてまいります。今回のシンポジウムはその一環であり、これをきっかけとして新たな企業の誘致に努めてまいります。このほか紀の国森づくり基金活用事業も重要な取り組みです。この事業は昨年12月の県議会において5年間延長していただいた紀の国森づくり税を財源とするものです。紀の国森づくり基金活用事業により間伐などの森林整備や森林林業体験学習、県民自ら企画し取り組む公募事業などに引き続き取り組んでいきたいと考えています。なお公募事業は現在募集中でございますので応募をお待ちしています。紀の国21後半は和歌山の産業を担う若手人材の育成に向けた県の取り組みを紹介します。 VTR をご覧ください。県内のですね、企業さん の, 採用欲っていうのはかなり高まってきています。そうなんですけれども、全国的に雇用情勢がですね、かなり改善してきていますので、大学生については、大手の企業を志向したり、また県内の高校についてもですね、県外の大手企業から求人が増えたりということで、県内の企業さんにとってはですね、若手人材の確保っていうのが、全体的には厳しくなってきているというような状態です。で、具体的にはですね、数年前であれば求人を出したら、それに見合う、お盆をいただいてたんですけれども、近年では求人を出してもですね、応募がそれに見合うだけない、また応募があってもですね、採用に至らないと、そういったケースが増えているというふうに企業さんから聞く機会が多くなっています。子どもの数がですね、全体的に減ってきていると、これは県として非常に大きな問題なんですけれども、我々の労働政策の観点からは、就職の段階で、県外への人材の流出、和歌山で育った高校生がですね、県外へ出てしまうと、そういったところが課題として、考えております。県内には素晴らしい企業がたくさんあるんですけれども、なかなか、生徒さんにとってですね、身近な企業っていうのは少ないというような状況です。ですので、県内の企業のことを、学生のうちによく知っていただいて、そういったことを通じてですね、県内就職率を向上させれるように、そういった取り組みを行っております。具体的にはですね、平成24年度から産業を支える人づくりプロジェクトというのを始めました。で、始めた当初はですね、工業高校とものづくり企業、県内のものづくり企業とが連携して行いました。で、県内のものづくり企業の方々に企業説明会という形で学校に行っていただいたり、またインターンシップを受けてもらったり、また企業の見学に受け入れてもらったりと、そういった形で県内の大企業を知ってもらうような取り組みを広げてきまして、平成27年度からはですね、この取り組みを県内すべての高校支援学校に拡大をいたしました。で、さらにですね、平成27年度からは高校3年生の6月にお盆前サマー企業ガイダンスということで、県内企業100社以上とですね、また県内の就職希望の高校生、高校3年生2000人以上が一堂に会する大規模な企業説明会を行いました。
で、まあ、こういった取り組みを通じてですね、企業の方からは、まあ、就職面接に来られたような段階で、まあ、きちんと自分のところの企業のことを分かって、就職活動をしてくれていると、そういった生徒が増えてきているというようにお聞きしています。先ほどの産業を支える人づくりプロジェクトの中でですね、企業の技術者の方に高校の方へ行って技術実習にご協力いただいたり、またですね、企業説明会等の際に高校のうちに身につけておくべき技能であったり、また取っておくべき資格、またですね、生活習慣と高校のうちにですね、身につけておくべきようなことについてお話をいただくようにしております。高校生を対象とした若手人材の育成や確保に向けた取り組みの一つとして、1月19日、紀南文化会館で和歌山県高等学校教育研究会工業部会と和歌山産業を支える人づくりネットワーク会議が主催して、第33回工業教育研究発表大会が開催されました。改めまして皆さん、おはようございます。大会は和歌山工業高校、紀北工業高校、箕島高校、紀陽館高校、田辺工業高校の工業系学科設置高校の生徒、教員が学校で取り組んだ課題や研究の成果を発表しました。ある企業の話も出ました。私はそれを聞いて、その企業がとても魅力的だと感じ、ここに就職したいと考え、まず勉強を頑張ることに決めました。開会式に続いて作文部門6人の発表、研究部門と教員発表はそれぞれの研究テーマについての発表がありました。県労働政策課増本さんにこの大会について伺いました。この工業教育研究発表大会というのは、第33回を迎える非常にまあ歴史のある大会です。で、この大会にですね、我々が4年前から平成25年度からポスターセッションという取り組みを追加させていただきました。で、この経過としましてはですね、さまざまな形で企業の方から、お話をいただく中でですね、コミュニケーション能力、自分たちで研究したようなことを、まあ、伝えていくような能力っていうのが、まあ、社会に出てからも非常に重要だというようなご意見をいただきまして、で何か取り組みができないかということで、ポスターセッションという取り組みを考えました。で、この取り組みについては、自分たちでですね、テーマを決めて、課題を決めてですね、それを研究をチームで進めて、でさらにそれを分かりやすく資料にまとめて自分の言葉で伝える、また質問に答えていくと、こういった一連の作業を通じてですね、社会に出てからも活躍できるような、そういった能力を向上させていけたらと思って、こういったポスターセッションも追加して、まあ、1日を通じてですね、さまざまな発表の場を設けている大会になっています。午後から行われたポスターセッションは23組が参加、各ブースでは研究テーマについて訪れた県内のものづくり企業の方々などに高校生から発表し、意見交換が行われました。大会に参加した生徒に大会について、また就職について聞きました。僕今年初めてここに来させてもらったんですけど、他の高校の生徒さんともいろいろ話できて、でどんなことしてるのかとかいろいろ知れるんで、やっぱり、はい、新しいことばっかりあるんで、こういうのはとてもいいことだと思います。僕工業技術科ってところでいてるんですけど、まあ、そこで学んだことを、まあ、活かせる会社だったので、そこで働きたいと思ってました。まあ、1年生の終わりぐらいに先生から、ちょっとだけ話してもらって、で2年生の時に工場見学も行かせてもらって、で学校の先輩も何人か行ってるっていうのもあるんですけど、そこで総合的にも、ああやっぱここが一番いいやなっていうことで決めさせていただきました。ものづくりマイスターさんが学校に来て技能を教えてくれました。授業だけだったらどうしても分からないところもあるんですけど、ものづくりマイスターさんはその辺を分かりやすく教えてくれたので、とても参考になりました。企業に就職も決まって、これから社会人になっていくので、こういう公の場でいろんな人と話したり発表したりするのはとても大事なことだと思いました。学校に
企業さんから来ていただいたこともありましたし、僕らがビッグホエールまで行って企業の説明を受けたこともあります。最初はあまりそういうことを考えてなかったんですけど、そのさっきも言った通り学校に来ていただいたり、そのビッグホエールに行ったりして県内の企業さんの話を聞いてたら、その県内に就職して岡山県のために働いた方が自分もそう思ったのでいいと思いました。最後に今後の展開や予定されている事業について県労働政策課増本さんにお聞きしました。今後もですね、企業の皆さんからさまざまな意見をお伺いしながら、現場の声をですね、人材育成につなげていきたいなと思っております。またですね、県内の企業のことを知っていただく取り組みというのはまだまだこれから広げていってですね、就職活動をされる際にはですね、自分が県内のどこかの企業でこういった仕事をしたいんだっていうところまでですね、希望を持って就職活動に挑めると、そういったレベルまでさまざまな形でですね、企業のことを知っていただく活動というのを進めていきたいと思っています。再就職についてもですね、これからまた力を入れていきたいと思っておりまして、育児等で一度仕事を辞められた方であったりとか、都会に就職されたんだけど、Uターンを考えているような方、こういった方への県内企業の情報の提供、さまざまな媒体をですね、使って情報を提供したり、また直接企業様とお話しできるような場を設けたいと、そういったことにも力を入れていきたいと思っています。またですね、年間を通じてさまざまな就職フェアと行っているんですけれども、3月には県外で東京、大阪、京都で就職フェアも行ってまいります。で、なかなか県外でですね、和歌山県に就職される方にとっては県内の企業のたくさんの県内の企業のですね、お話を聞ける機会というのは非常に貴重な機会かなと思いますので、ぜひご参加、たくさんのご参加いただきたいと思っています。はい、改めて就職フェアについてお伝えします。第2回和歌山就職フェアは2月18日土曜日、和歌山市の和歌山ビッグアイで行われます。対象は一般求職者、平成29年3月新規学卒予定者です。大阪、東京、京都でも開催されます。和歌山就職フェア in 大阪は3月7日火曜日、大阪市の大阪産業創造館で行われます。和歌山就職フェア in 東京は3月10日金曜日、東京都新宿区にある東京新卒応援ハローワークで行われます。そして和歌山就職フェア in 京都は3月13日月曜日、京都市南区の京都テルサで行われます。対象はいずれも一般求職者、平成30年および平成29年3月新規学卒予定者です。最新情報はホームページなどでご確認ください。続いて和歌山県優良県産品プレミア和歌山を紹介します。プレミア和歌山とは、和歌山県内で生産・製造されたもの、安全・安心を重視したもの、和歌山らしさ、和歌山ならではのものです。今週はどんな県産品が登場するのでしょうか。それではこちらをご覧ください。今日は和歌山市からのリポートです。今週紹介するプレミア和歌山はこちら。有限会社柏木製麺所の和歌山丸高中華そばです。和歌山市松島に工場を構える有限会社柏木製麺所は創業明治20年、今年で130年を迎える老舗の製麺会社で、平成21年には100年企業として県知事表彰を受けました。プレミア和歌山に認定されている和歌山丸高中華そばは、麺とスープがセットになっていて、和歌山ラーメンとして人気のある和歌山市の中華そば店の味を家庭で手軽に食べられるようになっています。それではこちらの商品の特徴を教えてください。はい、プレミア和歌山ということで、国産小麦、北海道産小麦を使用しております。だから国産小麦の北海道産っていうのは全体の 5% ぐらいしか生産量がありませんので、
その手配というか原材料の手配に苦労しました。工場を見学させていただいたときに麺が途中で3層が1層になるところを見たんですけど、中に硬い麺を入れてしっかり感を出す、で上と下に、つるっとした滑らかな麺を挟んで両方合い重なった感じの麺に仕上げています。美味しい作り方とかってあるんですか？はい、普通は1人前の麺に対して1リッター以上ってなってますけども、できたら 1.5 リッターぐらいのたっぷりめのお湯で湯がいていただきますと麺がシャキッと上がると思います。それではご用意していただいたのでいただきます。いただきます。あー美味しそう。細麺にこのスープがしっかり絡んでて、おっしゃってた通りつるってしてるんですけど、しっかり味が染み込んでいて本当にお店で食べてるみたいです。皆さんもぜひ有限会社柏木製麺所の和歌山丸高中華そばご賞味ください。皆さんもどうぞ召し上がってください。プレミア和歌山推奨品はホームページで商品リストをご覧いただけます。それでは今週のプレゼントです。今紹介しました有限会社柏木製麺所の和歌山丸高中華そばを5人の皆さんにプレゼントします。それでは今週のプレゼントクイズです。前半の特集のテーマは1番企業の森、2番企業の海、どちらだったでしょうか。ご希望の方はハガキまたは紀の国21のホームページからご応募ください。ハガキの宛先は郵便番号 640-8533 テレビ和歌山紀の国21の係です。ホームページからのご応募はプレゼント専用フォームからお申し込みください。パソコン、携帯電話の両方からご応募いただけます。応募の際はお名前、住所、電話番号、年齢など必要事項をご記入ください。締め切りはどちらの場合も2月1日水曜日必着です。では1月22日放送分のプレゼント早慣れ寿司の当選者の発表です。クイズの答えは2番の消防団でした。当選されたのはご覧の方々です。おめでとうございます。さて今月の放送からエンディングで流れているこの曲は和歌山県民歌です。南国紀州を愛する歌詞と情感豊かなメロディーで歌い継がれてきたこの県民歌、来年誕生から70年となります。この県民歌とともに番組を締めくくります。紀の国21、来週は和歌山の豊かな自然や生物多様性について考えるシンポジウムの模様と、これからの県経済を牽引する新たな担い手を育成するための取り組みを紹介します。来週もぜひご覧ください。それでは今日はこの辺で失礼します。